本田康重が奉納した鳥居境内の日露戦役ひかすめ犬頭神社は愛知県岡崎市宮所の町にある神社岡崎観光きらり百選に選定されている演技式巻9.10に記載された壁海軍六座の式内者の一つとされる大宝元年彦コホでデミを祀って建立された以前は林村の神和田村の西霞森崎にあったので 霞神社と言われたが、たびたびの洪水で、今の場所へ移された。永遠元年、熊野山初代権元を奉し、官納元年に、足利高氏が、熊野権元領百貫分を寄進したと伝えられる。岡崎藩主、本田康重は、本神社を保護し、慶長七年に本殿を再建した。慶長十年には、越前山の百谷石を使用した鳥居を奉納した。 慶長8年8月28日付の徳川家康、主院上により43国の車両を寄進される。同主院上に犬頭車両のこととあり、また、現那3年の徳川秀忠主院上にも犬頭両とあり、近世には犬頭車を交渉していたことが伺い知れる。完成5年の拝殿ゾーリ無ムな札に、式内かすめ神社犬頭大名神とあるのが確認されている。 式内霞神社と主張するようになったのは18世紀後半以後と見られる。明治4年、ぬかた県の命により霞犬頭神社と改称。明治5年9月18日号車に指定された。明治22年に本殿が再建。明治34年に拝殿が再建。包み通り手長おたせん祭りの起点となる神社である。秋の霊体祭では、子供相撲が行われる。 一家の物件が市の文化財に指定されている。ありがとうございます。